日本の道路一般国道国道8号福井バイパス。福井バイパスは、福井県荒ら市と道県越前市を結ぶ、延長 42.2km の国道8号バイパス道路。福井バイパス事業前の国道8号は、福井市、鯖井市、竹尾市といった都市の市街中心部を南北に、従貫しており、通過交通と地域内交通の住み分けを図るため、計画。 福井市を主会場とする第23回周期国民体育大会に間に合わせるべく、その2年前の1966年に福井市街地を迂回する区間から工事が始まった。全体延長が長いため工事は9つの工区に分けて行われた。2018年9月1日、用地の取得が難航した関係で時間を要し、未開通だった市笹岡から、 堺市丸岡町原料にかけての 5.4km が開通したことにより 42.2km の全線が開通した。皮肉にも1回目の福井国体である新設国体を機に初めての区間が共用、2回目の福井国体である福井市安元気国体を機に最後の区間が共用となり、途中で事業区間自体が追加されてはいるものの、 初めての区間が完成してから全区間の完成までに2度の国体を挟む50年を要する結果になった。なお、主要道路との交差部分は立体交差となっている場所もあり、国道158号との交差地点では1 1トルにわたって、速道の真ん中に高架道路が続いている。また、本線部法定最高速度は全区間で、 時速 60km となっている。軽車両、歩行者は、本線の高架橋部や一部の湖線橋部を通行できないが、速道や、それに接続するスロープ付き階段あるいは歩道橋を利用して、ほぼ全区間通行でき、唯一平行経路がなく、北陸本線をまたぐサバイ高架橋区間は、若干の迂回が必要となる。八号防災言動、福井バイパス言動、 小松バイパス旧国道8号のうち、福井市域前線には、フェニックス通りの愛称があるほか、同市、田原実りには、福井鉄道福武線との併用区間がある。ありがとうございます。